西鉄2000系電車は、西日本鉄道天神大牟田線、太宰府線で使用されていた電車である。本形式は、特急の旅客サービス工場を主目的に、1000系、1300型を置き換える形で製造された特急系電車である。1960年代後半には、西鉄特急の利用者の増加によって4両固定編成の1000型では輸送力に不足をきたすようになり、 通勤系車両での特急運用も増加していた。これに加え1970年代に入ると所得水準も大きく向上し、山陽新幹線の博多駅乗り入れや大牟田線沿線で九州自動車道の完成が迫るなど交通市場も大きく変化が見込まれていた。このような中で従前からの輸送力増強といった量的なサービス、向上だけでなく、 質的なサービスの向上が求められていた。このような中、本形式は、編成あたりの、量数を増やし、冷房装置や転換クロスシートを採用するなど、車内、外ともに線型とは一線を画する新設計で、製造された。このような旅客設備が評価され、九州の鉄道会社として、初となる、ローレル賞を受賞した。また、 特急軽車両のローレル賞受賞も本形式が初めてである。6両編成6本36両が川崎重工業で製造され、一部車両は当時川崎重工業の製造ラインに空きがなかったことで、向川車両工業への OEM 製造となったが、同メーカー製も川崎重工業の名板をつけて落成している。 1973年4月23日に2011から2041回が落成、5月10日に営業運転を開始した。続いて2051.2061回が1974年2月9日に落成し、特急車両の運用固定化、並びに、特急は昼間帯以降の減速6両化を達成した。ここでは製造当初の構造について述べる。2。 扉時代の2052普通構成車体で、両端に両開き式の扉を設けた型側に、扉構造である。客室側窓は、両扉間に2枚1組のアルミ製上段加工、下段固定式ユニット窓を6組設け、連結面寄りにユニット窓1枚を設けている。窓枠を無塗装の銀色で残したのが特色となっており、5000型にも踏襲されるなど、 西鉄車両の特色ともなっている。窓の開閉は上辺に取り付けた爪筋による引っ掛け式となった。前面は上半部を傾斜させた非貫通型としている。前面窓は車体幅いっぱいに取られた三分割窓で、前面総下両側に丸型の前小刀と尾刀を配置している。前面上部の窓の内側と側面中央上部に種別。 行き先表示器を設置し、従来車の行き先表示板に比べて、折り返し時の作業の簡略化を図っている。車体塗装は、やや黄土色に近い黄色地に赤色の帯を配している。このデザインは、畜生平野の豊かな実と照りつける太陽をイメージしたものである。主回路構成は700系のものを基本としている。編成中の電動車と付随車の構成比は4、2で、 オーム頼りから空2000型からも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 2000型から空 2000, 2000, 2000系の順に編成し、もう2000型からも2000系の2両一組単位で 1C、8M 制御を行う。主電動機は700型と共通の三菱、電気メガバイトマイナス3189、A 直流直巻性粒子式電動機を電動車の拡大車に2機ずつ増加し、 駆動装置も同様に WN 駆動方式であるが、波数比については高速性能を重視し、83、18から81、20へ変更されている。主制御機は700形用の三菱電機アブフム -188 から15、MDH を基本としつつ、制御段数を高速運用重視に組み替えるなど、細部の仕様を変更した。 電動カム軸式抵抗制御機であるアブフム -188 から 15MDHB をも2000系グース番号車に搭載する。キロワットマイナス9台車台車は、西鉄発のダイヤフラム型空気バネによるダイレクトマウント式枕バネ機構を備え、軸箱指示はペデスタル式、軸バネはウィングバネ式とした川崎重工業キロワットマイナス9及び、 キロワットマイナス10が採用されている。なお、ブレーキシリンダーはダイヤフラム式である。ブレーキシステムは HSCD 発電制度併用電磁直通空気制度が採用されている。補助電源装置としては、冷房搭載に伴い必要となるサービス電源容量が増大し、また電動発電機故障による看板列車の運行打ち切りを抑止すべく。 上調性重視の意味合いから空2000経前車に、定格出力129馬の CLG-350E 電動発電機を搭載している。これにより、MG1 機故障時でも、健在のもう1機から延長給電を行い、冷房の消費電力を半分に規制することで、列車運行が継続可能である。空気圧縮機は、空気バネ台車の採用により、 大容量とした横置き低騒音系の C-2000M をも2000系奇数番号車に1機ずつ搭載している。終電装置は冷房装置を4機ずつ搭載し屋根状のスペースが不足したことから投影面積の小さな下枠交差式パンタグラフをも2000系偶数番号車の大無頼りに各1機搭載している。2000系車内運転室は全室式としており、 車掌業務の便を図るために運転席を中央配置としている。運転席を中央に配置している高速電車は日本では数少なく、軌道線を除くと西鉄では本形式が唯一の例である。また、運転台の床面を客室より 250mm 高くし、前方視界を広く確保している。座席は客用扉間が転換クロスシートとなっている。 客用扉よりの座席は固定式で連結面よりはロングシートとなっている。製造当初は扉間12窓に転換クロスシートを配置することで、それまで西鉄車内で懸案となっていた居住性工場が実現した。冷房装置は天井系分散式で各屋根状に冷凍能力 8500kcalH ロロのユニットクーラーを4基設置している。 この冷房装置は換気機能も有し、冷房制御スイッチとは別個の換気スイッチ操作で、コンデンサファンモーターとエバポレーターファンモーターを動作させることが可能である。編成は以下のようになっている。両端2両が制御車、中間4両が電動車となっている。3扉化改造中の2021回の中間車1989年、本形式に変わる。 特急用車両として、新形式の8000型を製造することが決定したため、急行用への格下げ改造が実施されることになった。この改造工事は、同形式が運行開始する前の1988年から開始され、3年間にわたって実施された。改造により中間部に扉が設けられて、片側3扉となり、5000型と同じ扉位置となった。 側面の種別、行き先表示器は扉新設の障害となるため移設している。側面表示器は従来同形式と同等のものであったが、この移設に伴い8000型と同等のサイズのものに変更され、種別、行き先表示の識別性が向上した。車内は中間扉の両脇にロングシートが設けられ、そのロングシートに隣接する座席は固定化されたが、 それ以外の座席は転換クロスシートのままである。車体塗装も改造前と同一とされた。前面は標識等間のステンレス板がコルゲート付きから平板に取り替えられ、手すりが増設された。なお、塗色は当初5000型などと同じアイスグリーン値に塗り替える予定とされていたが変更され、元の塗色のままとなった。1993年から8000型と同様の LED 式車内旅客案内表示機の設置工事が施行され、1995年までに完了した。1997年には CI の導入に伴い車門が取り外され、西鉄のロゴが入れられた。また、これに伴いタイの塗り分けが若干変更され、正面の車門を避ける形で入っていた切れ目がなくなり、側面に新たにロゴを避ける形で切れ目が入った。 2008年3月ダイヤ改正で、天神大牟田線有等列車速度向上に伴う、ブレーキ増圧、車輪形状変更等の時速 110km 運転対応化工事が、改正前に施行された。本工事は、廃車対象となっていた2011編成にも、施行され、同年5月に施行後2ヶ月ほどで、廃車となった。特急車2枚扉の頃の2000、K、平を、 大橋間が、効価完成した1978年に、撮影2051回畜子車庫にてまず1973年5月10日のダイヤ改正で2011回から2041回の4編成が営業運転を開始し、600系冷房改造車とともに、従来の特急系、車両線型に変わって、日中の特急に使用され、続いて、 翌1974年5月20日のダイヤ改正で2051回2061回が営業運転を開始し、以後、8000型が登場するまで西鉄の看板車両として運用された。2041回は1975年3月1日にいじり付近の踏切でライトバンと衝突し脱線転覆したが復旧されている。8000系登場後は、 格下げ改造を受けるが、急行用として転換クロスシートを残して3、扉化され、急行運用主体の運用として、5000型などのロングシートの通勤系電車の急行運用を置き換えた。1989年から1997年ダイヤ改正までは、日中の急行が原則として、本形式によって運転された。その後も朝夕の特急の一部に使用されたが、 1995年3月25日のダイヤ改正で特急運用が消滅した。1997年9月27日のダイヤ改正において、西鉄福岡西鉄おこ間りで日中の急行の増発が行われた。この際、急行の所要本数増加に伴い五千型などた、形式での急行運用が増加した関係で、日中の急行における 本形式の比率は減少した。2001年12月に2041回が廃車、解体された。同編成は前期したいじりでの踏切事故の影響で大枠を損傷したことから老朽化の進行が早かったとされる。同編成は2001年に天神のクリスマスへ移行キャンペーンのラッピングを施されていたが、同年12月25日のキャンペーン終了と同時に運用外れ、 ラッピングを外されることなく廃車、解体された。2041回廃車後は、日中の急行運用本数自体も減少したため、大体新車は導入されなかった。一方で、従来5000型で運用されていた、午前中の特急にも使用されることとなり、特急の定期運用が復活した。運用最終日の2021回2000年から、7000系、7050型が、 2005年から3000型が製造され、600系、700系の廃車が進められたが、2000型についてはしばらく後編成体制で推移し、主に休校に使用されていた。2008年3月22日のダイヤ改正により、特急の定期運用は平日ダイヤの朝ラッシュ時に、運用している1本が5000型に置き換わったため、土曜、休日ダイヤのみの運用とされた。 また3000系の追加製造により運用も減少し、同年5月に2011回が廃車となった。8000型は6本配置の5本仕様、3000型はフル稼働であるため、2形式が検査、故障などで入場している際は本形式がダイソーで使用された。その後、2009年3月27日の日中の休校はべて3000型に統一されたため、本形式は ダイソー扱いで使用されるようになった。ラッシュ時は以前と同様急行の他普通にも運用されたが、同年内に2051回2061回が廃車となった。2010年3月27日のダイヤ改正以降は定期運用から外された。2010年4月までに2031回が廃車となった。最後に残った2021回はさよなら運転として、 戦闘車正面を1997年以前の車紋付き帯の切れ目ありの状態に復元され、2010年9月25日から10月16日まで、主に西鉄福岡花畑間の急行で運用された。10月17日には西鉄福岡花畑地区市間で団体臨時列車のさよなら2000経過仕切りツアーとして最後の運転を行い、同日に 筑紫車両基地にて開催された西鉄電車祭りで展示された。その後、2010年内に廃車、解体され、本系列は消滅した。ありがとうございます。